南口ホーム南桜駅は埼玉県春日部島市にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD12。埼玉県内の東武の打線の駅では最も東にある駅である。また2005年9月30日までは北葛飾郡昭和町にあったため旧昭和町では唯一の駅だった。相対式ホーム2面2線の地上駅で 京城駅舎を有する。駅業務は東部ステーションサービスに委託している。改札外とホーム、北口、南口をそれぞれ連絡するエレベーターエスカレーターが設置されている。通常のトイレが一番線ホーム中央に多目的トイレが改札外にそれぞれ設置されている。2007年3月10日のダイヤ改正で実施された昼間時間帯10分間隔運転のため、 当駅場内を川岸駅方へ約0 8トル延長した。閉塞信号機も出発、場内信号機である。昼間時間帯は常時この場内で列車がすれ違うダイヤとなっている。梅里駅でも同じ方式で列車交換が行われている。2020年度の1日平均乗降人員は1018人である。 近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。カスカベ市のコミュニティバス、春バスが運行される。他に平成エンタープライズが運行する、南桜井駅北口、イオンモールカスカベカスカベ駅東口を結ぶ、路線バスがあったが、2020年12月31日を、もって廃止された。ありがとうございます。